もう押します。押した？押した。オッケー。あのタイマー回ってます？赤いの。あ、回ってる回ってる。はい。オッケーです。今さっきあの古武術系のゆる体操をしました。で、まあ2分ぐらいですけど、股関節中心に、はい、あと背中の肩甲骨。いや僕見て思ったら、また球がちょっと低くなって収まりだした感じするんですけど、どうなんですか？それもなんですけど、うん、最後こうピッチャーここが大事なんですけど、はい、ここの感じがこう弾けるというか、下だけ意識してるはずなのに勝手にこう引っ張るみたいな、うん、あのやっぱりこう手先じゃなくて、はい、体幹が沈んでくると、そう勝手に何かができるっていうのがすごいできて、で手先で何度頑張ってやろうと思ってもそれは案外できないもん。それがなんか僕も見て、あ、できてるなーって、すごく驚きました。ねえ、ビュンビュン、さっきネットだったらまた低くなりましたもんね、球がね。それが思います。それではちょっと社長、あのか今あの鳥の子社長、すみません、こっち来てください。まあ見てみて、ど横で見て、全然社長はあのスポーツはど素人ですけど、あのパッと見た感じ、球の抑えが効き出してるから、はい、うん、スピードも乗ってる感じになってましたね。はい、そうですね、うん、最初の時にもだいぶ上ずった感がありましたよね。だから、まあ、基本的に言うと高めにボールが行ってたけど、はい、うん、だいぶ20センチ30センチは下に降りてきたのかな。あ、そうですね、うん、でスピードもそれでも乗ってました。乗ってましたね。僕もそう見とって思いました。あれ球速、自分の感覚でどれぐらいちゃいます？いや、最初の感覚やっても 5,6 キロは多分違うと思います。5、6キロともう投げるそのものが違ってきますよね。全然違います。あ、いや、これでまた下半身とかフィジカル鍛え直したらもっと A 球いきそうな感じします。いや、そんな感触あります。やっぱありましたか、はい、いや、あとはその今後のこれを、まあ、今度また使っていただくみたいですけども、はい、これの今後の目標をやっぱりその、まあ、球速をしっかり上げて、で、まあ、下半身使って、そうですね、はあ、やっていきたいと思います。わかりました。今日はありがとうございました。ありがとうございました。よろしくお願いします。